海上自衛隊誇る偵察時の連携ですが、何も潜水艦や P3C、B1 哨戒機護衛艦だけではないのです。今回詳しく見ていきますが、なんと中国原子力潜水艦はすぐに発見できるのですよ。2020年6月20日、防衛省は、奄美群島のトカラ列島と奄美大島間の海峡の狭い接続水域を国籍不明の潜水艦が太平洋から東シナ海に向けて潜航したまま通過したことを発表した。この潜水艦が通過した海峡は、トカラ列島側の領海と奄美大島側の領海の間の幅が 10km ほどしかなく、海峡は我が国の接続水域内である。中国は2016年に海軍艦艇をこのトカラ海峡に侵入させたことがあり、領海侵犯を抗議したことに対して、トカラ海峡は国際法上の国際海峡にあたるため、航行の自由が認められていると主張して、領海侵犯の事実を認めていない。日本においては、宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡、東密道及び西水道、大隅海峡の5つの海峡を国際海峡としているが、これらは日本の領海法で、公海としているものであり、国連海洋法条約で定義される。国際海峡ではないのであるから、ましてやトカラ海峡が、国際海峡であるなどとの中国の主張は、全く的外れと言えよう。近年、中国海軍のものと思われる潜水艦が、南西諸島の諸海峡において、日本の接続水域や排他的経済水域 EEZ を潜航しながら通過する事件が多発している。中国の潜水艦が接続水域を潜航した事件で記憶に新しいのは2018年1月に尖閣諸島の接続水域を潜航していた093型原子力潜水艦と思われる。潜水艦が海上自衛隊に追い回された挙句に東シナ海の公海上で浮上し中国国旗を掲げて逃げ去った事件があった。この093型小級原子力潜水艦、一部には小級ではなく094型進む級とする説もあるは、1月10日海上自衛隊に発見されてから逃げ回っていたのであるが、一部には尖閣諸島の領有を主張するための行動とする見方があるものの、海外を含む軍事筋やメディアなどでは、海上自衛隊の対潜哨戒ヘリや護衛艦、おそらくは潜水艦からも2日間にわたってアクティブソナーを受け続けたことに耐えかねて浮上したのであろうとされている。中国の原子力潜水艦がアクティブソナーの洗礼を浴びるのは、2004年の091型環球原子力潜水艦が石垣島の領海を侵犯した事件でも発生していて、この時は海上警備行動が発令され、当該潜水艦が上海沖に至るまで追尾し、中国側が訓練中の技術的な原因で誤って石垣水道に侵入してしまったと審判を認めた上で釈明をした。それ以降、中国の潜水艦による接続水域侵入は2013年に奄美大島、久米島、南大東島で、2014年には宮古島で発生したほか、2016年2月15日には対馬の南東海域で発生している。海上自衛隊では、南西諸島においては、アメリカ海軍と共同で沖縄本島、
うるま市にあるアメリカ軍ホワイトビーチ基地内の海上自衛隊沖縄海洋観測所を拠点とした潜水艦探知音響システム、ソージャスを配置、運営しており、水中を潜航する潜水艦の動向を常に監視している。これは、海底にケーブルを沈め、数十キロメートルごとに水中超音機が設定されていて、通過する潜水艦から発信される音を探知するだけでなく、その音紋や磁気データなどを収集することが可能で、艦首だけでなく、股間を割り出すこともできるとされている。2020年6月の侵入に関して、防衛省からは、海上自衛隊の P1、P3C 哨戒機と護衛艦、加賀、秋月、足柄が追跡して情報収と、警戒監視を行ったとしているが、その発見はおそらくは、この粗相によると思われる。このようにソージャスによって、日本の海上自衛隊とアメリカ海軍による、南西諸島付近で活動する中国潜水艦の動向は常に監視されている。このシステムは、冷戦時代には、旧ソ連の潜水艦津軽海峡、対馬海峡などに、設置されていたものであるが、日本とアメリカ共通の仮想敵国が中国となった現在は南西諸島においても活用されていて、最近では下北半島から北海道道東までのケーブルも設置され運用が開始されているという。また海上自衛隊の潜水艦探知技術においては日々開発が進められていて、水中電解センサーや熱感知センサーなどがすでに実用化されているのではないかと推測されている。熱感知センサーは、原子力潜水艦の原子炉を冷却した後の排水は周囲の海水温よりも高温であるため、それを感知することで存在がわかるほか、通常動力潜水艦においてもスクリューによる攪拌で生じる温度差も感知できるとされている。また、注目されているのは水中電解センサー、インターネット上の書き込みでは、電浄センサーと表現しているものがあるが、正しくは電解センサーであるの開発で、すでに海底設置型水中電解センサーが稼働しているとされている。艦艇や潜水艦が海水に接する部分には、舵やスクリュー、アース板などの金属があり、これらの金属が艦内と電気的に接続されている場合には、艦内に流れている電気が海水に電流として流されることになり、艦艇や潜水艦の周囲に水中電解、アンダーウォーター、エレクトリック、ポテンシャル、UEP が発生する。ちなみに、この UEP については、たとえ船体障子を言った潜水艦でも、潜航していると、微弱な磁場が発生するため避けられないとされていて、日本では、防衛庁艦艇装備研究所の川崎支所で、研究が進められている。この UEP を捉えるセンサーが水中電解センサーで、特別な装置を必要とせず、ケーブルそのものがセンサーとして機能するとされていて、その進歩は、目覚ましいものがあり、ソージャスなどの音響探知システムと合わせて、統合的に潜水艦探知に使用されている可能性が高い。中国海軍では、2018年に白旗ならぬ赤い国旗を掲げた
093型原子力潜水艦の後継艦として、095型攻撃型原子力潜水艦の開発が進められているとされている。このクラスは、093型と比べて、キャビテーションノイズがかなり低減すると予想されていて、これまでよりも探知されづらいとされているのであるが、ソージャスだけでなく、水中電解センサーを併用することで問題なく探知は、可能となるであろう。中国が、執拗に、南西諸島において、日本の接続水域に現れることについては、様々な目的があると考えられるが、日本の潜水艦探知能力を把握しようと、躍起になっているとの指摘がある。その動向を常に把握しておくことは、中国海軍の活動に対しての抑止力として大変重要であり、尖閣諸島の防衛に必要不可欠なものである。日本の自衛隊は、その設立以来、対ソ連を意識して整備が進められていて、北海道に侵攻された場合の防衛戦略が重視されてきたのであるが、近年においては、仮想敵国がソ連から中国と変わり、東シナ海における島嶼防衛能力が必要となって、その整備を急ぎ始めたばかりである。陸上自衛隊において、海兵隊にあたる水陸機動団が新設され、その整備が進められているが、中国への抑止力となるまでには、まだ時間が必要であるため、中国海軍への抑止力となる潜水艦探知システムの重要性は大きい。